ビッグフミは、宮崎県宮崎市出身のシンガーソングライター。作曲家、作詞家。身長179センチメートル、体重140キログラム。本名、大仙内分なり。西日本で最も体の大きいシンガーソングライター。1993年1月12日、約3800グラムで、男3兄弟の末っ子として誕生。バンドマンの父親と、 歌詞を夢見る、兄たちに囲まれ宮崎屈指の音楽一家で育つ。中学3年時に、太澤神社で行われた父親の前座として、初ライブ出演を果たす。一方、高校ではその恵まれた体格が監督の目に留まり、レスリング部に、所属。最高成績は、国体3位。特別推薦で、 福岡の大学に進学するが人生初となる挫折を味わい人間関係に苦しむ日々。俺には音楽しかないとレスリング部の引退を決意。2014年本格的にライブ活動を開始する。当時は大学の後輩であるユースケと慶吾公園での路上ライブが主な活動場所であった。当初はなかなか人が止まらず木に向かって歌っていた。 毎週木曜の定期路上に帰ると、その日を楽しみに来るファンが増え始め、気づいた時には100人近くの人が泊まっている日もあった。同時にライブハウスでのイベントにも呼ばれるようになる。2015年3月に、福岡 KBC の音楽番組、V3 新人オーディションでファイナリストに選出され、一気に知名度が拡大。このまま上り上司かと思われたが、ユうスケが、 就職活動に専念。アコースティックスタイルから音源で歌うスタイルに変更。毎週行っていた路上ライブも各週に変え、出演する箱ライブも増大したため活動1周年を、機に、定期路上は終了となった。後に、九州路上ツアーや福岡4都市ライブを成功させ、TBS の音楽番組、新新人グに出演した際には SNS で応援メッセージが殺到し、 圧倒的な存在感を示した。2016年2月、満を持たして、ファーストミニアルバム、音届け者をリリースし、芝叩く間に完売。同年9月に行われた、ミュージックシティ天神のメインステージをかけたオーディションでは、グランプリを獲得し、念願のメインステージ出演を果たした。2017年、福岡大時代の先輩であり、在学中から、信仰のあった。 阪神タイガース、梅野龍太郎の登場曲に、ライフが起用される。活動3周年を迎えた同年5月21日、福岡中央市民、センターコンサートホールでの初のワンマンライブでは500人以上を動員し大成功を収めた。同日発売のファーストフルアルバム、いただきます。もしばたたく間に、売り切れとなった。2018年、 梅野の高校時代の後輩かつ阪神でのチームメイトであり、自身とは同学年であることから交流のあった阪神中谷正宏から俺の曲も作ってと依頼を受け、1ヶ月かけてトラストを作詞作曲した。同選手の登場曲に起用されている。同年7月11日、初の全国流通版となる両英面シングル、トラスト、ライフでインディーズデビュー。 近畿地方を中心に各レコード店で問い合わせが殺到し、オリコンインディーズウィークリーチャートで12位を記録した。ありがとうございます。